はいどうも、イシケンです。今日は出口戦略という言葉が聞こえてきていますが、一体この日々がいつ終わるのかと、いつになったら普段の生活に戻れるのかというところ、皆さん非常に気になっていると思うんですけれども、これについてやっていきたいと思います。でですね、まず最初にいくつかすでに自粛解除に踏み切っている自治体があるので、こういった情報を紹介した後にですね、しかしもし東京都含め全国的に自粛解除になったとしても、こんなところ変わっていくんじゃないか、こんなところ続いていくんじゃないかという、この2つについてやっていきたいなというふうに思います。はい、ということでですね、まず最初にこちらなんですけれども、すでに実は自粛の解除あるいは段階的な緩和というところに踏み切っている自治体があるというのがこちらになります。例えば感染者がゼロの岩手県をはじめとした宮城などの東北地方についてはすでに6日の時点で百貨店、パチンコ、映画など休業要請を終了しています。なので今後ですね、患者が増えていったりそうしたことがない限りですね、このまま普段のですね生活に戻っていく可能性が高いというふうになります。加えてですね、それ以外にもですね、広島の場合は11日から段階的に解除ということでですね、来週の週明けから解除に踏み切るような自治体も出始めています。それからこのあたりは話題になっていましたが、大阪ですね、大阪については独自のモデルで指標を作って、それによって解除を決めていくというようなことを発表しています。実際にですね、大阪については今日初日、その独自モデルの初日だったんですけど、3つの指標を出していて、この指標すべてクリアしているので、これが7日間連続で続いていけば今後解除に踏み切っていくというふうになります。この3つがですね、すでに、自粛解除あるいは緩和の方向に踏み切っているような自治体になるわけですけれども、それ以外にですね、現状東京それから全国的には、政府の対応としてはまだまだ決めかねているようなところもあります。例えば東京に関しては今日ロードマップを今後策定していくよと、出口戦略に向けた何かしらの指標を作っていくよということは明らかにしたんですけれども、具体的にその内容についてはまだ決定していないというようなフェーズになります。一方で全国的にはですね、その出口戦略をとにかく作ってほしいということが国に要請されていてですね、それに対して、国としても、14日の時点でもしかしたら前倒しで、緊急事態宣言を解除するかもしれないよと、でそのための何らかの指標だったりとか数値の目標だったりとかっていうのを決めていくよという姿勢は明らかにしているんですけれども、じゃあいつになったらそれが分かるのかというところを含めて、まだまだ不透明な部分もあるというような話になります。でもう一つがですね、こちらになります。じゃあ自粛が解除されたということ、自粛が解除された場合はもうすぐに普段の生活、今まで通りの生活に戻れるのかというと、そんなことはないんじゃないかというところがこちらになります。例えばですね、先ほど述べた東北の各県なんかはすでにジムとか映画館も開けてると、可能にしてるというふうになっていますが、一方で例えば都内も含めていくつかのジム、映画館に関しては引き続き入場規制を行っていくというところを方針として示しています。これはですね、新潟なんかでも一部映画館が開けられたというケースがあるんですけれども、その場合もですね、上映回数が減らされたり入場制限がかかったりということで、密な空間ができないように引き続き対応していくというようなことも発表されています。またですね、これについては個々の事業者の判断にはなりますが、レストラン、飲食に関しても、短縮営業、あるいは引き続きデリバリーの強化、持ち帰りの強化というところが続いていく可能性があります。特にですね、国外に目を向けると、まだまだレストランとかパブとか、いわゆる居酒屋、飲み屋、こういった場所については、再開に非常にハードルが高いと、国外においては非常に高いというふうに言われています。そのため国内のケースではあくまで自治体からの自粛要請がなかったとしても、感染を防ぐためにそのなるべく密な空間を作らないようにするということで、各事業者が対応を行っていく可能性もあるというふうに言えます。しかしこれについてはですね、各事業者もすでに限界に来ていると、経済的に営業を続けざるを得ない、営業せざるを得ないということで、限界に来ているタイミングではあるので、それぞれの判断になるというふうなことが予想されるんですけれども、特にですね、飲食店なんかについては各店舗あるいは各事業者ごとに対応が分かれていくんじゃないかなというふうに考えられています。それ以外にもですね、企業がシフト制あるいはリモートワークを推奨する可能性もあるというふうに見られています。
というのはもちろん企業の、まあ、オフィスが非常に密の空間になるというところも問題なんですけれども、今まで通りその通勤ラッシュと通勤通学のラッシュが続いた場合、こういったところは非常に感染の温床になるわけですね。でこういったところを避けるためになるべく時差通勤をしてください。あるいは通勤するにしても、通勤するグループ、そうじゃないリモートワークをするグループと分けて、その出社する日をこうずらしていきますよ。こんな対策が取られ始めるかもしれません。すでにこれについてはですね、実施の方向で検討している企業の名前なんかも明らかになっていくので、今後我々のワークスタイル、働き方なんかも急速に変わっていく可能性があるというふうに言えます。また最後にですね、引き続き国内旅行、それから国外旅行については当たり前のように行えるまでに時間がかかるというふうに考えられます。それはですね、国内に関してもすでに自粛を解除している自治体なんかも、自治体間の移動、いわゆる県をまたいだ、都道府県をまたいだ移動についてはやめてくださいというふうに言っているわけです。これは他の県から感染者が入ってくる、あるいはそれを出してしまうといったことを避けるためにですね、各自治体が協力してなるべくその、県をまたいだ移動というのはやらないようにしようということが言われていますし、また海外旅行についてはまだまだ死者が増えている、まだまだ患者が増えているような国もあるので、こういった国に行くことも難しいですし、もしそういった国から来たとしても日本の政府としては、検疫をするというような対応が今後も取られるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、自粛の今日の結論としては、自粛の緩和、それから自粛の、解除に向けての動きというのは徐々に始まっていますが、もし自粛されたとしても今までのように楽しめない、あるいは今までのように行かない生活というのもありますよというところが今日の結論になるかと思います。引き続きですね、全国的に具体的な指標、あるいは東京都の具体的な指標などが分かった場合は、こちらのチャンネルでアップデートをお伝えしますので、引き続きチャンネル登録、そして高評価もぜひよろしくお願いします。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。